信州戸隠池屋盛りそば赤坂店オープン。じゃーん、見えますか、激辛つけそば作ります。はい、では材料を切っていきたいと思います。今回は九条ネギ使います。はい、京都のやっと我々に馴染みのあるネギが登場しました。あ、そうなの、九条ネギもそうなの。九条ネギというか、まあ、もうネギといえばもう、うん、もうまさにそれだ。あ、そう、こういう形状のもの。でも九条ネギってさ、割とあの 白ネギ、はい、のところちょっとあるじゃん。まあでも普通のネギもありますよ。ああ、はい、俺はね、本当に20代の時初めて何ツアーで京都行って、はい、九条ネギうどんっていうのを未だに覚えてるけど、はい、もう九条ネギがもう山盛りどっさり乗っかってて、はいはい、で白いあのね、京都ならではの京スープにうどん、はい、いや、めちゃくちゃうまかったね。もう、うん、関西風の味にはこのネギが。なるほど、これもうね、あの多分北海道の人は全くピンとこないです。全くピンとこない。僕も九条ネギはそんな馴染みないですよ。あ、九州、はい、でもネギの形はこういうネギです。うん、まあこういうネギ、まあ要するにあれじゃん、万能ネギだろ、はい、ああ、うん、だから九条ネギに関してはもう西限定じゃないの。まあ関西中心、関西中心の、はい、九条ネギを切っていきます。これ救急車思いっきり拾ってるでしょ、これ入ります。うん、まあでもよくある、あるよね、YouTube は。でも、もうさっき消防車がそこ止まったんで、うん、そこに救急車が。あら、赤坂店の近所で何かこれ、トラブルが。冬、多いんだよね、乾燥してるからね。これさすがにこれ使えないぐらいの音量ですよ、これ。これは来てるな、ヤマゲンが SE で貸すぐらいのレベル。自宅だったね。ああ、本当にこの近所かもよ。まあ今回も4人前仕込みます。はい、まあ今まで割とほら辛口みたいなの作ってきたけど、はい、もう今回はね、もう激辛っす。あ、まあ、だから突き抜けてないと、はい、その辛いもの好きにはさ、はい、なんで激辛じゃねえじゃんってなっちゃう。はないように、はい、今回もだからもう山毛がもう沈没することも想定して。なんかちょっと今テンション低い。ただね、うまい。ただね、もう今日のメニューを聞いて、うん、タオル持ってきた。俺もタオルは持ってきた、うん、これは後でトッピングに。でこっちも。あ、余すとこなく。余すとこなく。うん。なんかね、映えっすよ。なんか治安悪いぞ。そうですね。うん。今あれなんですよ。あのポンプ&レスキューって言って。うん。あ、訓練。いや、救急車の方が数が少ないんですよ。うん。火事の方が少ないじゃないですか。うんうん。で、だから。消防隊員の方が先に駆けつけて、うん、本当に救急車がいるのかいらないのか初期の対応をするっていうことに。なるほど、山毛本当にいろんなこと知ってるよね。いつも YouTube 見て。もうマジね、山毛本当はあの株式会社赤坂店に必要だよ。名前変わった。名前変わっちゃった。もう俺の中でももうあのそもう赤坂店がもうあの株式会社になっちゃってるからさ。赤坂店が赤坂店って野望なんだ。いや俺にとってやっぱ赤坂ってね、もう全ての出発点だからさ。あ、まあ、うん、東京に出てきて初めてね、この赤坂から始まってるから、まあなんかホッとしますよ。あ、でもしっかりしてるな。うん、まあ、ネギ多めでもね、今回は余すとこなく。これ下の方は池森流の水にさらします。うん、これね、丸められるってね、本当にすごい。おっと、すげえ、アウトボタン。うん、
さあ、ニンニク、ゴン、これ硬いっすよ、このニンニク。ちょっと待って、ちょっと絵を切って、なんかね、持った時にね、今日のニンニクの、お、なんか硬いぞって思ったんだけど、こんなに硬いとは。入った。で、芯がまたちょっとあるっすね。あの、メイドインジャパンです。お、目、来たすごいこれ、強いぞ、ハマケン。メイドインジャパンなんで、うん、青森さんの。青森さんね、かなりいいです。これは、来たぞ。すんげえ匂いと、このツーンと目にくるフレッシュで、フレッシュ&パワーな、これ、うん、またマスクねする時代になっちゃったからさ、みんなニンニクこうどんどん積極的に食べられる時代が来たってね。昼飯でも、そう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 。でも絶対大きくない？まあ、そうです、ある意味ね。だってうまい、うまいじゃん。でもなー、ニンニク臭くなるからなっつってさ、我慢してた人たちいたと思うんだな。ウエスケアとかまで買ったりしてましたっけ？おい、でもせっかくあのなんかニンニク料理食べてさ、口の中美味しいじゃん、はい、美味しいのにブレスケアとかさ、はい、ミント系とかさ、はい、なんか残念じゃない、あれあの言いたいこと分かる、まあ、まあ美味しいまま口痛いのに、はい、でもブレスケアはするわ、牛乳は飲む、うん、でも牛乳ってあれない、本当に消えんのっていう話です。だからその豆乳系のレシピでニンニク臭が来ないのも、あ、そういうところもあるのかなっていう。なるほど、それな。よし、ニンニクをみじん切りにしました。さあ、調理開始。はい、では調理、4人前、大さじ2つ、ごま油、草。効果音、自分の口で言うんよし、ここにニンニク、で、今回のもう山県目玉、はい、まあ、普段はこれね、はい、乾燥してる、乾燥した、唐辛子、はい、使ってるでしょ、はい、じゃあ、なんとスーパーでそのなんとかさんって出てた、はいはい、その生の唐辛子、乾燥してないんです、はい、これでめちゃくちゃ辛いって言われたから、はい、じゃあこれで試してみようと思って作りました、はい、本当に辛かったで、いろんな、今日まあ割と赤いとこ持ってたんだけど、はい、その何、オレンジとかさ、はい、グリーンとかさ、はい、結構いろんなの混ざってたの、はい、赤くない方がもっと辛いから、まあ、青との方が辛いっていう、で、これをまあ俺2人前作った時に1本だよ、はい、もうこんなに辛くなるのっていう、うん、だから今日は2本4人前なんで2本使っちゃいます。俺今から汗が出てますよね。あれ、ちょっと待ってよ、これはね、残さず種が、あれ、おっと、種がね、あ、一緒になってるか、あ、一緒になってるね、うん、今まで食べたことないでしょ、ないです、唐辛子、もう乾燥以外は、はい、生の、よっしゃなんかもう一本入れちゃう？ちょっと種入れちゃう、攻めます、うん、ちょっと待って、もし、いや、やめとくか日本でいいか、いや、けど池森さんの直感にいやどうかな、激辛だからな、うん、まあ唐辛子も、豆板醤も入れっから、とりあえずこれしとこうね、あの激辛好きや、なんだよ躊躇してで、あの豚の、ひき肉、
まあ、大体1パック、これ何グラムですか。これが200、40ぐらい、30、このぐらいの、まあ、このぐらいのサイズ感でね、いいかな、ね、値段までこう値段までですね、収録日まで分かっちゃう、これで、これまあ4人前最後、まあいつものようにそば湯割ってね、ついまで飲み干してもらいたくて、はい、本当にね、ひき肉、なんつうかな、ひき肉スープっていうかね、まあちょっとそれはね、あとでみんなが多分すごく上手にコメントしてくれるでしょう。ハードル上げるのが、うん、うまくなってたでしょ。うまくなってた、うん、やっぱり2022年はさ、はい、2022年中に10万人行きたいっす。はい、あと8万、うん、ああいい匂い、ああいい匂い、うん、さあここにじゃん、ガサッと筋肉をちょっと中火で炒めます。カメラの二八の立ちそばを使います。二八の立ちそばは早いよね、4分ぐらいだもんね、はい、うん、でこれひき肉が本当にちゃんと全てがバラバラになるぐらいこう細かくしてください。あれこの前もう焼いてる時にうわってきてたんだけど、あ、辛みが、そう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 、あれそこまでちょっと買ってから時間経って少し乾燥しちゃったのかなっていうのを、それもあるかもしれない。まあまあでもね、豆板醤で軽く軽くですよ、軽く塩コショウ、少しね塩が入ると水分が出てきます。おー、ひき肉もほら、やめて、見てください、これ音もいいよ、これいいえ、うん、ちょっと水分飛ぶまでうまく、こういううまみがね、ごま油とニンニクと辛みが肉に、もうすごいな、この最近のもう技術は昔からヘフロはもうずいぶん前、何十年経ってるな昔からよし、これで一応火を止めて、でまあスープ入れるんだけど、その前にあのここに辛味調味料を入れると、あの火が入ることによってなんかね、香りとか旨味がね、あの良くなるっていうね。よし、じゃあいつものように、はい、豆板醤、そしてじゃーん、コチュジャン、コチュジャン、これを小さじ2いきます。しよし、それいっぱい入ると危険な香りがするやつですねこのね、この四川豆板醤、ゆきしょこれがうまいっす、これマジうまいっす、うまみすごいっす。お、ピンが、ピンが終わった。よし。で、これが、まあ、1人前小さじ1なんでな。これ4人前なんで。どうです、だいぶ辛いの、これ。蕎麦屋なのに、こっちはも、トーマージャン、なくなるっていうね。よし。これを、へっと強火で。辛い肉味噌っていう感じですね。まあそうだね、今までのあの台湾そばとかさ、台湾混ぜそばとかさ、はい、まああの工程とは一緒だよね。よし、完璧。さあ1人前190なんで、これをかける4、190ってことは刻みますよね。なんかたまたま190ってあの最近まだ豆乳使うようになってない、はいはい、あとトマトジュースとか使ってない、はいはい、そうすると大体1本190なんだな、はい、
だからあのなんかちょうどつけそばの量って、はい、あ190がいいんだと思って、うん、そのぐらいがいい。そうそうそう。700いくつだの、多いぐらいのもの、うん、そうだね。まあ、もしかしたら激辛になってないな。それでまた辛さをどんどんもう、まあ、あとはもうあれだ、みんな食べてあれ全然激辛じゃないじゃんっつったらもう当番じゃん、確かさ、あ、それがもう入れちゃってこれ生唐辛子の種をさ、これがやばいんだから。味付けさらに加えます。じゃーん、チキンコンソメ。チキンコンソメってなんか初めて買いました、うん、あれ赤坂店使ってなかったっけ。普通のコンソメは、あ、使ったね、はい、うん、あとビーフコンソメ、あ、ビーフだね、結構でかい、うん、ちょっと1個にしてみる。そしていつもの黄金比、ともを、あ、人参大さじ4す。で、丸ともも大さじ4です。よし、これで激辛つけ麺のスープが完成。で、食べるときにじゃーん、万能の池盛りだし、これでまたね、さらにこう、あ、なんかやっぱどこがそばだなみたいなね、はい、なるほど、うん、だしよしよし、完成。さあ、麺見てるぞ。味見せずにいきますか。僕もそれ思います。これね、もう完璧です、間違いないです。本当に どうぞ。じゃあそんな風に2人が言うから味見チェック、ガッチェックみたいな。してみはい、うまい。激辛好きには、はい、ちょっとクエスチョンかもしれないけど、まあ辛いっすよ。辛口、はい、星3つぐらいだったら辛口3ぐらいは言ってるよ、やめ、うん、星3つで3つって満点じゃない。いやいや、まあ、5、6個のあったとしたら真ん中ぐらいまでは、5段階の3を言ってる。そう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 、説明がすいません。説明が下手でした。でも、見た感じはもうなんか見た目はもうやばいやつ、あれですね。じゃ、今一杯、あの、味見しただけだけど、辛い、体温まってる。さあ、上がります。はい。今回、そば湯も使います。よし、完成。早速、盛り付け。はい、二八の立ちそば。どうぞ。うん。もう絵的にはもうこれ、手打ちっすよ。もう手打ちそば。さあ。そうだね、山木君、あの、鍋っぽいね。あの、辛い、二種類鍋的な、あれじゃん、なんだっけあれ。鍋。火鍋、火鍋。ちょっとで、ここに九条ネギをブサッブサッ、
ブネギ。ダブルネギよね。まあ、洒落てんね、池森ね。本当に悪いけど。じゃ最後に伊藤唐辛子。これやっぱね、絵もいいしね、まあ甘みがあってね、甘辛いやつ。よっしゃ、激辛つけそば完成。いただきます。さあ激辛、これ多分これが食べたいがために、はい、赤坂店に来る人、はい、絶対増えます。もうね、自信あります。池森、いきます。はい、うまい。今考えたな。ゆらもうな、辛いっていうのと、はいをいろいろ足したくて、いや、これはね、もう今すぐ食べてもらいたい。もう今すぐ山源と浅田が、これが激辛なのか、はい、まあ辛口なのかね、はい、その意見も聞きたい。いや飲んでるじゃないですか。いや今ね、あの飲み込む前に喋っちゃったから、あのいや辛いものを食うときはこれもうマストだから、はい、みんな気をつけてね。一気に行くと、あの辛いものを食べるときってわかる、こうこの気管に入らないように、はい、あれはね絶対やってください。ゆっくりいってんだけど、空気を入れないように。うん、やばい、おかわり。早いっすね。まだね。買い玉。もう今から買い玉だよ。俺もこの店もし行ってたら、はい、やばい。これはね、もうマジうまくて辛くて草。笑う？そこ笑うとこじゃないでしょ。じゃあちょっと山源が今日どんだけ汗出るか検証。じゃあ皆さん、幸せの出汁入れるのはもうちょっと、まあ、もうちょっとね、もうちょっとやっぱり後で入れたいね。あ、まあでもこれを入れてもその辛さがその収まるわけではなくて、うまみに変わる。この出汁本当にやばいよ。あとね、もうやっぱりは麺冷たいじゃない、はい、すぐこうスープも冷めていって、ね、はい、辛さも半減される、うん、うん、そうだ。うん、これはうまい。じゃあ浅田と山源にも食べてもらおうと思います。皆さん後ほど。さあ、そして最後は蕎麦湯を温めての、よし、とさ、ちょっと一杯だとまだ濃いかな。うん、さあ蕎麦湯、今日まあ結構な量茹でたから、はい、すごいいい蕎麦湯。あ、ゲンさんどうぞ、ちょっとこっち来て。蕎麦湯が、これがいい蕎麦湯、締めのおつゆ。うめえ。いや、これも3分後で大丈夫。ちょっと今もあの寄せた、山根に寄せた。うめえ。これに幸せの出汁をもうね、惜しみなくドサッとみんな入れちゃってください。あー、カツオの匂いが、カツオ。うん、深いっす、めっちゃ深くなるっす、うん、まあ、お店レベル
お店レベルだな。お店レベル、いや、お店レベルって言い方はあれだけどさ、言いたいこと分かるでしょ、なんかもう、はい、うん、いやー、うまいわ。ちょっと飲みながら、はい、ちょっと感想を聞かせて。俺今日はね、はい、もうおかわりはしたし、もうずっと永遠飲んでいたいんで、ちょっと明日だからまず感想お願いします。これ、あれですね、赤坂店でこのメニューがあったら、うん、僕、通います。ミートゥー、ミートゥー。めちゃくちゃ美味しかったです。やっぱあの、カレー物好きとしては、うん、もうあの、もう止まらないですね、うん、だけど、うん、辛さは激辛ではなかったですね。ちょうどいいよ、だからで、僕の中で一番辛かったのって、うん、実は言うとあれなんですよ、あのフレッシュ柚子胡椒の入れたあのかけそば、まあ、あれ、まあ、自分のさじ加減じゃないですか。ああ、じゃあそれな、それはだって自分の問題だろ。あれ、でもあの時の方が辛さはあったんですけど、うん、いやけど、本当程よく汗かくぐらいな辛さで、うんうんうん、はい、まあ、これもあれですね、あの辛さレベルが選べると、はい、そうだね、辛さレベルの調整をさ、はい、やっぱりコチュジャン、豆板醤なんかな、はい、あれがさ、どうなんですか、ね、生唐辛子を、はい、もし最初から、はい、あれ例えば4本ね、はい、あ4本、はい、これ何本みたいな 4本いってたら、はい、もうどうにもできないよね。薄めるっつったってさ、ね、ただ薄くなるだけになるから、はい、そのもし注文的にね、俺はこれでいいんだよ、はい、うん、まあもう1個もし欲しい6個で、はい、これが3だとしたら、まあ4行ってみっかなとかさ、例えば次、はい、よっしゃマックス行こうかみたいなさ、はい、にしといた方がいいかな、振り分け、うん、どう、こう、オペレート的に、でもまあ調理工程がどうなるか見えないんであれなんですけど、うん、あ、それか辛口にする、弱気になっちゃう、激辛つけそば、でもインパクトないじゃん、なんか辛口つけそばだけだと、はい、激辛ってインパクトあるじゃん、はい、まあ次もう一回やってみっか。いや唐辛子で、いや何本までいいか、すぐ食べたいです、うん、まあ、ちょっと話はそれたけど、はい、まあ要するにもう美味しかったですね、はい、もう最高でした。であのやっぱりそば湯、うんうん、あの池森さんに先に来ていただいたんですけど、うんうん、いやそば湯で また辛さが引き立って、うん、はい、うんうん、もう幸せの出汁も入れた、入れました、うん、幸せの出汁美味しいですね、うまいんだこれ、風味がまた味になって、うんうん、すごく美味しかったです、うんうん、失礼しました、とんでもないです。はい、山源でもね、意外とね、山源ゴンゴン吸ってたし、はい、汗の量も耳赤いんだけど、はい、それほどでもないよ、はい、でも俺だけ半袖ですよ今。なんかこれは麻婆豆腐の豆腐入れる前直前、ほうって感じじゃないですか。なるほど。要は肉味噌を作って、はいはいはい、ただそこがその中華の顆粒のスープじゃなくて、はいはい、チキンブイヨンが入って、はいはいはい、で要は片栗とか何も入ってないって感じの、はいはい、そうか、これもっと味濃くしてあのトロトロにしたら、あれでも豆腐入れて片栗溶いちゃう麻婆豆腐じゃないですか。なるほど、それな、それな、それを作りながらずっとあれって思って見てたんですけど、だからそのあえてその中華に振らないようにチキンブイヨンが入ってたのかな、はあ、どういう言われたのかな、そうだね、まあ言われそうだね、そこまで中華寄りではないな、あれをその中華の中華だし言っちゃうともうザ・中華って感じなんですけど、はいはい、そうかもね、まああとめんつゆも入るんで、うんうんうん、あの和に和もあり、だから和洋折衷で、うん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 、で辛くないとはいえ、うん、まだマスクの中唇ヒリ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 してます、うんうん、山県的にはこれ激辛なわけ、まあ激辛じゃないけど、うん、辛いです。あ、そうか、まあそのまあ、人によってなんで、よくイタリアとか行ってもペペロンチーノで唐辛子のマークが1から3まであって選べたりとか、はいはいはい、その最後の1人前作るときにじゃ あのベースからちょっと足していくっていう感じの多分調理のあれになると思いますけど、あ、そうかそうか、そうだね、まあ、そういう意味では豆板醤で辛み調整する方が楽なのかな、そんなそうだな、生ちょっと僕とか生唐辛子、これがね、多分まあ初めて見る人も結構いると思うんだ、はい、基本的にあの唐辛子ってさ乾燥してるものをみんな想像すると思うんだけど、はい、これが乾燥されるっすよ。でももちろん香りもいいしさ、はい、香りもいいし、はい、まあ辛い、要するに辛い、辛いんだよ。でもただ辛いだけじゃないんで、そのいろんな風味が感じられて、うん、美味しく、うん、
いただきました。はい、ありがとうございました。そば湯も、そば湯入れるとなんか、と、で、その、幸せの出汁入れると、ま、なんか、マイルドになって、なるね、なるね。飲みやすく、辛いですけど、飲みやすかったです。まあ、全部飲んでたんですけど。うんうん、これは、最初から2人前でもいいぐらいな感じ。うん、そうだね。そうだね。うん、俺も初めてだな、多分。この収録で。いきなりに。すぐ食べたの。はい、だ次の収録は、はい、あの本当に二口で俺、二口で会うとは。いや、別にほら、俺いっぱい食べるね、はい、ことが趣旨じゃないから、この番組、はいはい。皆さんがほら、これ見て、あ、そばのね、食べ方、こんな食べ方あるんだっていうことをね、ちょっとみんなと共有したいなっていうところが大きなテーマでございます。ぜひ皆さん、激辛つけそばやってみてください。信州戸隠池坊そば赤坂店のグッドボタンとチャンネル登録皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で閉店。